藤森愛です。5日モーニング TV。Good morning everybody。おはようございます。シンガー、コンポーザー、そしてレッドアイ推進長の5日です。今日も見てくれてありがとうございます。さあ、前回この番組初めての人間のゲストをお呼びしましたけれども、それがですね、大好評でして、今回も可愛いアーティストさんをお迎えしております。お楽しみに。今日はですね、テイラー・ギターズが開発した画期的なV クラスブレーシングというシステムと、そしてそれが採用されたギターをご紹介したいと思います。じゃあ呼んでみましょう。機材の方のゲストはこちら、テイラーギターズから新発売されました V クラスを採用した 914CE になります。何を言ってるのか全くわからない方はぜひこの番組最後まで見てください。今日はこの方と一緒にこちらの V クラス注目していきたいと思います。テイラーギターズ公認のシンガーソングライター、藤森愛ちゃん。名古屋在住で、全国各地へ活動を展開していますシンガーソングライターの藤森愛といいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。名古屋に住んでる、はい、今こちら東京のスタジオですけれども、はい、でも月にもう 2回も3回もこちらに、はい、でも大体そういう人ってこう東京に住んだりするパターンが多いけど、名古屋が好き。そうですね、やっぱりこう自分が生まれ育った場所っていうのもあって、名古屋在住でこう名古屋にもこういうアーティストがいるんだよっていうのをこう広めていきたいという思いも。だからホームにね、はい、ホームを持ちつつの活動ですね。羨ましい。私東京なので、なんかこうお盆とか年末とか帰るところがない、ね、そういった東京をこう満喫する感じなんですけど、みんなこう散っていく感じですね。みんなね散っていく、あ、散っちゃったなみたいに言いながら。愛ちゃんはテイラーギターズ公認ということで、こちらも、はい、もちろんテイラーギターになりますね。はい。どんな音楽をやってますか？もちろんテイラー使ってるってことは弾き語りでってことですよね。そうですね。基本的にアコースティックでこうギター1本で弾き語って、でこうワンマンみたいな大事な時だけバンド形態でやるので、はい、もうほぼほぼ一人でギター担いで全国回る、はい、やってますね。結構ね、精神力必要ですよね。私もやったりするけれどもね。体力と気合と、そうだね。移動しながらなので、やっぱこうコンディションを整えながらやるっていうのが結構難しいですかね。健康にも気をつけて。そうね。なんかすごい年寄りの会話みたいになってますよね。もともとギターを弾きたかったの？ギターを弾いてやりたいと。いや、それがですね、うん、音楽はもともとちっちゃい頃からやっていて、ピアノを最初に、ピアノから入ったやっていて、もう幼稚園とかそういったちっちゃい頃の話ですけど、でそこから高校生になった時に合唱部に入りたかったんですけど、もともと歌も好きで、うん、でも合唱部がなくてですね、軽音部に入って、そこでこうやることないって言って始めたのがギターで、なんか楽器弾きたい。でももともとボーカルやりたくて、そこからギターを弾いたらハマった。今のスタイルができた。今に至る。で高校の時はギターは何使ってたの？ギターはですね、エレキを、エレキだったんだ。弾いてると刻んでましたかなり。あんまり今想像つかないけど、ロックな感じで、ロックな感じだったんでやってましたね。でアコギに変えたのはいつだった？アコギはですね、ここ卒業してから、うん、ストリートで始めて、その時にやっぱこう一人で演奏するので、こうアコースティックギターを持って、オリジナル曲歌って、で徐々にですかね。テイラーと出会ったのはいつぐらいなの？テイラーはですね、3年前に、東京にギターを探しに来て。でその時は買うつもりは全くなく、まあうん、東京の方がこう楽器屋さんがたくさんあるので、はい、こうちょっと見るぐらいの気持ちで。お茶の水？新宿。新宿だった。もう行きましたし、お茶の水も行きましたし、なんかいろいろ見たんですけど、ふらっと立ち寄ったところにもうバンと私目の前にこの子が現れてですね。じゃあ初アコギがテイラー？違いますね。もともとヤマハとか、あとハミングバード、はい、ハミングバードいったね、はい、あとケイヤ入り、はい、あと結構いろ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 やってるね、すごい。レコーディングキングのなんかさまざまなギターを使って、でこう次にギターを買うときはもうなんか一生もののギターが欲しいと思って、早くなってちょっと貯金をしてですね、でいいギターを探してたらこの子に出会って、すごいもう君に決めたって感じで一目惚れでしたね、完全に。結婚が早い、早いですね、もう早いわ。直感を信じて、そうだね、すごい。そうなんだね。私はちなみに一番最初に持ってたアコギはね、ディーンってブランドなの。ディーンってさ、メタルとかさ、ハードロックのイメージで、でも誰ともかぶりたくなくて、そうで楽器屋さん行ったら、あれディーンってアコギあるんだと思って、それで決めちゃいました。へえ、あ、それもやっぱりこう結婚がお早い。そうね、でももうそれいないから、その子は。そうそう、もう離婚した感じで、私まだ結婚に至ってないから、いろいろこうつまみ食いしつつの、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ、私もねちょっとずつ。でもこの子はね結婚有力候補だよ。そう、後で注目しますけれども、はい。じゃあ今使ってるギターはテイラの何になるのかな。これはですね、316CE のジャパンリミテッド、日本限定モデルでメープルの素材でできてます。ちょうど2015年に多分ジャパンリミテッド発売されたかと思うんですけど、はい、なんかいわゆる200シリーズ、私前214使ってたんだけど、うん、はもうザ・テイラーっていう、うん、割とコンパクトな大きさだけど、はい、これ結構大きいよね。そうですね、うん、ワンランク大きいサイズ、うん、GS、そうだね、はい、グランドシンフォニーだね、多分ね。これ多分ね、私この番組で12弦を紹介したんだけど、うん、テイラーのと同じ形ですね。弾きやすいよね。ちょっと大きすぎず小さすぎず、存在感あるし、はい、音もいいし、ボリュームもやっぱり欲しいので、まあちょっと大きめのサイズが欲しいなと思ったので、はい。で一目惚れして弾いてみてがっかりとかなかったです？なかったですね。もう一発目で、これやっぱり君だ。中身も良かったって。はい。ベタ惚れで、ベタ惚れでね、大切にしてあげてるんだよね。3年間。そうだね、3年間ね。なんか3年目の浮気とかいろいろ言うけど、浮気はしてないよね、このまま。あ、それがですね、ちょっと1本浮気をされた。で、はい、テイラーの、あ、でもテイラーではある、はい、618E というのもはい持ってます。これのもう一個大きい GO サイズになります。でも一括りでテイラーだからね。そうですね、はい、浮気ではないってことだね。でもライブで使ってるのはこれが、あ、いや、これと今はその GO の 618E と交代交代で使ってます。その役割分担はどんな感じ？役割はそうですね、やっぱりこの子3年間引き倒してると、こうなんていうんですか、こうメンテナンスに入った時に代わりの子がいなくて、もう一人こう育てないとと思って。なるほどね。今度子供になっちゃったけどね。そうですね。結婚からそうどこになった感じで。いつかモーニング TV。こちら、はい、実は愛ちゃんも弾いたことがあるんだよね。はい、あります。これ V クラスの 914CE ですけれども。ナムでね、今年のナム賞で発表されたばかりのモデルなんですけど、はい、愛ちゃんはなんとナムで演奏したんですよね。はい、ナム賞、アナハイム、アメリカのカリフォルニア州で演奏したんだよね、これとね。そうですね、はい。で V クラスっていうのがちょっとギター詳しい人は分かると思うんですけど、V クラスブレーシングっていうのを採用されていて、ブレーシングの説明とかってなんかできたりします？何も知らない人に向けて。そうですね、ブレーシングというのはギターの骨組みのことで、こう私のこのスタンダードなスタイルのギターはこう X の形を、そうだね、ここに、はい、このトップのボードに対して X ってね。そうですね、はい、ここに X という形で骨組みが入ってるんですけれども、こちらのV クラスの方は V の図で、そう組みが入っているんですよね。はい、そうそう、その V ブレーシングっていうのがすごい新しい発想で、まあ結構もう何十年とか多分 X ブレーシングが続いてたと思うんですけど、なんとテイラーの開発者研究者、はい、アンディパワーズ氏がですね、マニアックだよね。ってそのさ何十年何百年続いてるアコギの歴史をひっくり返したんですよ本当に。これで V にしたことによって音量感が豊かになったそうで、さっき一緒にねチューニングしてたんだけど、こっちでチューニング普通にねしてて、私がチューニングしだしたら明らかにこっちの方が音が大きかったですね。なんか音量感鳴らしてみる？何か鳴らしてみますか？同じコード弾いてみようか。まあ弾く人がね違うからちょっと音量違うかもしれないですけど、はい、A とか A とかに、じゃあ先にはいっていうねで止めちゃって OK。 はい、いきます。はい、こんな感じで、なんだろう、抜けがすごい。そうですね。もうなんか圧がありますね。あるある。違う部屋で弾いてるみたいな感じがする。で、もう一個すごいなと思ったのが伸びがいい。音の今止めたけどわざとちょっとこれから一個面白いことしようと思うんですけど、サステインって言ってギターの弾いた後にこう残響音っていうんですか、その伸びがね、この子は V にしたことによってすごく良くなったんですね。じゃあ何しようかな。じゃあもう一回 A でもいいか。 A で、一緒にせーのじゃらーって弾いて、自分の音が消えたら手を挙げよう。 OK です。いきますね。はい、せーの。残るねこの子すごいな。結構すごいね。 1.5 倍ぐらい残ってた感じがありますよね。愛ちゃんとかすごいさ声伸びがあるじゃん、歌ってる時に。ありがとうございます。だからさ、その自分でフェーって伸ばした時にさギターがついてこない時あるじゃん、もう一回弾き直さなきゃ。この子はさ全然いけるんじゃない？そうですね、一緒に追われるフェーって伸ばしたところ、そうそう、すごい優秀。ちゃんと残っててくれますね、綺麗な音で。はいはい。でこれなんかこの V クラスになってからではないんですけども、ここ私すごい好きなのがアームレスト、そうそう、これがついていておしゃれだよね。こここうやって手をかけて休めるんですそうそう、だからなんかサステイン長かったらもうこういう感じですよまだ終わらないなーって。そうでもこれで曲を書くとさ、書く曲も変わりそう。あ、それはすごく思っていて、やっぱりその今までできなかった曲が作れるようになるなと、諦めていたこともこのギターだったらできるんじゃないかな。なんかの通販みたいで諦めないでまだ諦めるのが早いV クラス手に入る予定はあるのかな？ありそうな感じが、もう3本目のテイラーがそうですね、きそうな予感。すごくどんな曲書こうかなと楽しみですね。ちなみにこちらはですね、初台にあるテイラーの専門店、アーティストラウンジ東京さんに貸していただきました。まだね日本でこう出荷されてるわけではないので、はい、こうかなり貴重なのを貸していただき、はい、ありがとうございます。盗まれないように気をつけてます本当ねすごい気に入っちゃって、私このままこう逃走するかもしれないバレバレだけどね。そうですね、もう私のライブに来れば分かるしね使ってるなってね、目立ちますしね。じゃあせっかくなのでこの V クラスブレーシングのこちらのギターと、今まで通りのレギュラーのねテイラーのギターとで1曲やってみる。おー、やってみますか。やってみましょう驚いたのがわざとらしいですけどね何をやろうか。そうですね、せっかく先日ナムに行って海外も経験したので、ちょっと英語の曲にトライしたいなと思いまして。アイ・フジモリになるわけですね。はい、アイ・フジモリ、すごいちょっと発音は、いや素晴らしいです。ちょっと多めに見ていただいてですね、皆さんも絶対ご存知であろう有名な曲「スタンドバイミー」を、はい、カバーってそんなにやらない？やらないですね、全然やらないですね。カバー曲何がありますかって聞かれた時かなり戸惑いました持ち曲がない。でもすごいいい悩みだよね。そうですか。今オリジナル曲って何曲ぐらいあるの？ボツになったのを抜いて、多分そのライブで使ってる歌ってる曲は30曲ぐらいありますね。ボツのを入れるともう100とか200とかなるけど。わかるわかる。なんか夜さメロディーとか書いてさ天才だと思って朝起きるとさもうゴミ箱行きの曲とか結構あるよね。もうあの時のもうできたって感覚何だったんだろうって、もう本当に自分を叱りたくなるぐらい残念な仕上がりの曲とかよくありますね。わかんない、なんか残念集でさ出したらさファンはさたまらないかもよ。ね、なんかファンの人とか藤森愛 NG 曲みたいなので出したら意外と売れちゃうんじゃない？ニュービジネス。ちょっと聞きたい気がする。聞きたい方はなんかコメントしてください。ぜひ。はい。じゃあちょっとこの後スタンドバイミーを演奏したいと思います。はい。So darling, darling, stand by me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 .初スタンドバイミーカバーだよね。あ、はい、初めてです。記念すべき。さすがだよ、さすが。素晴らしい。で、声質がね、結構合うね。全然違うのに。面白い。皆さん、藤森愛ちゃん、初スタンドバイミーですよ。はい。すごい貴重。私が嬉しくなっちゃった。ありがとうございます。いい曲だね、これすごい。ですね、ですね。なんかやっぱり誰かと一緒にやるとすごい楽しい。そうだね、そうだね。なんかこういう感じのライブも面白いかもしれないね。わあ、やってみたいですね。テラさん。はい。映画の曲の時はね、一緒にね、やりたいですね。はいはい、ありがとうございます。キンキンでライブの告知とかあったりする？はい。キンキンで、あ、そうですね。4月。30日月曜日の祝日にですね、テイラーギターズのロードショーがですね、100回目を迎えまして、はい、そちらにゲスト出演をさせていただくことになってます。ロックイン新宿店さんで、テイラーと出会ったのが新宿で、そうなんです。そこでこうやってね、アーティストとしてゲスト出演ってすごい嬉しいです。はい、この子が生まれたところも、生まれたところはアメリカですけど、はい、また店に戻るということで、はい、観覧無料なので、はい、4月30の後とかはなんかワンマンライブもね、はい、あります。6月30日に恵比寿にある天窓スイッチという場所で、はい、フルバンドでワンマンライブをしますので、はい、その日でも一発撮りをしたベストアルバムもリリースになります。はいはい、ぜひチェックして。リリパなんだね。そうですね、はい、東京のリリースパーティーで、東名阪でもあるんですけれども、そのワンマンライブツアーの最後の千秋楽が東京編になります。あれでもね、もう映像とかは上がってるよね。上がってますね。はい、それはウェブサイトでね。そうですね、ウェブサイトこちらまでお願いします。はい、ここにぜひぜひここにこれ。全然違うところに入っちゃったり。あれあれって。はいはい、ワンマンね。ワンマンもこのギターを使う。はい。でもしかしたら間に合ってたら V クラスもそこに参加するかもわからない。かも。間に合ったら。はい。そうそう。で普段ね、あんまりギターのことを注目していないお客さんも、あれ伸びがいいからもしかして V クラスかなっていうマニアックな発言をしてみてください。もうそこも。含めてこう楽しんで聴いてもらえたらと、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日のゲストは藤森愛ちゃんでした。ありがとうございます。はい、これからもいつかモーニング TV ではいろいろな楽器や機材をゲストに招いて続けていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Alright, I'll see you later. Bye bye. Bye bye.